ハネウェルトフ731はビジネスジェット機で一般的に用いられるギアードターボファンエンジンのシリーズである。このエンジンは当初ギャレットエアリサーチが設計、製造していたが合併によりアライドシグナルが製造するようになり、現在はハネウェルエアロスペースが製造している。このエンジンは1972年以来1万仙台以上が製造され、 現在でも生産は継続中で改良が続けられる。累計で1億時間以上の飛行時間となっている。徒歩731から60の旧機口の直径は0.787メートルである。低圧タービンから優勢歯車を介して駆動されるファンは22枚の羽、羽52枚の排出ガイドバネと10本の支柱がある。一段式の高圧タービンによって駆動される5段の 高圧圧縮機は4段の軸流圧縮機と1段の延伸式圧縮機で構成される。バイパス比は2.28から2.8である。TF731 はマクドネルダグラス DC-10 の補助動力装置用として開発された TSCP-700 の主要部分を元にしていた。このエンジンの設計は低燃費と低騒音の2つの要素に重点を置いていた。 低騒音性能は、米国で新しく制定された、騒音規制を満たしていた。ギャレットエアリサーチの製造した、ギャレット TPE331 の経験をもとに、して開発されることが1968年4月に発表された。ドフ731の最初の試験は1970年9月に、カリフォルニア州トーランスにあるギャレットの工場で行われた。 その後リアジェット25に搭載して飛行試験が実施された。1972年8月に FAA の認証を取得した。同じ月に最初の製品モデルのトフ731から2が脱走ファルコン10の派生機種用のエンジンとして組み立てラインからの出荷を開始し、1973年にリアジェット35と脱走ファルコン1用のエンジンとして量産を開始した。 トフ731から2の生産開始のちょうど1、か月後、ロッキードジェットスター4発揮におけるエンジン乾燥計画で出力を向上したトフ731から3が採択された。このエンジンは、新しい形式のエンジンで1974年6月に、初飛行して間もなくファンの吸気口が拡大され、性能が向上したマイナス 3A マイナス 3B の 名称の派生機種と共に販売されるアジェット55を含むいくつかの航空機で採用された。1975年にトフ731はジフ・デイビス社によるのアビエーションプロダクト・オブ・ザ・イヤーを受賞した。1982年に水力 19.1KN のトフ731から5が認証を取得し、同年末に バイパス比を高めることによって、さらに性能が向上したマイナス 5A が認証が取得された。1991年に、水力 21.1KN で再びファンの空気流を増やして燃料消費を減らしたマイナス 5B が登場した。同年マイナス 3A のファンとマイナス5のコアエンジンからトフ731から4ができて、セスのサイテーション650。 750に搭載された。2001年、第2世代の七百731であるマイナス20、マイナス40とマイナス60が生産された。マイナス60は、水力 22.49kN で、圧縮比22.1でバイパス比は3.9、1である。マイナス60をベースにした。 最新機種のトフ731から50は2002年に認証を取得して2005年に飛行試験プログラムを行いファルコン900でエラックスに使用される。ハネウェルは旧式のエンジンを備えている多数の航空機のエンジン換装の候補としてナセルを完備したこのエンジンを開発した。トフ731から60の旧機口の直径は0.787メートルである。 ファンは22枚のブレードと52枚の案内翼と10個のストラットで構成されギアボックスを介して駆動される。5段式の圧縮機は4段が軸流式、低圧圧縮機で1段がラジアル、または遠心式高圧圧縮機である。一般的特性構成要素性能出展、一般的特性構成要素性能軍用の低バイパス比の派生機種がハネウェルトフ1042である。 この派生機種は当初は1978年にボルボフリーグモートルと共同開発され1979年8月に試作機の最初の試運転が行われたものである。1982年にボルボはスウェーデンのサーブ39グリペンのエンジンが米国 GE 製 F404 に決定したことにより計画から離脱した。しかしそれに前後して 自国で開発する戦闘機のパワーアップラントを求めていた中華民国から干渉航空工業が国際共同事業に参画していたため研究開発は続けられた。1989年には台湾空軍の国産戦闘機である IDF 強国号用にアフターバーナーを備えた派生型と1 42から70の生産が開始され、 1999年までに332機が納入された。1994年3月、ドフ 1042F124 が -100 で、チェコ製 L-159 軽攻撃機に使用されるパデックを搭載することが決まり、最初の飛行試験が1997年8月に実施された。このエンジンは、 ホーク練習機の解説契機に当たる T-45A ゴスホークにも搭載が検討されたが採用されず、同様に技術実証機であるボーイング X-45A に使用された。アフターバーナーなしタイプの F124 は L-159 系攻撃機の他に、イタリアのアレーニア・エルマッキ製 M-346 練習機。 軽攻撃機にも採用されるなど、小型軍用機のためのエンジンとして大きな成功を収めており、2005年1月の時点で460機が生産されている。アフターバーナー付きタイプの F125 は、IDF 強国号における一定の成果を受け、インド空軍が保有する旧式のジャュは攻撃機、超音速練習機の近代化改修の一環として、 アドアマーク106から本エンジンのライセンス生産品である F125 インに換装される計画である。ありがとうございます。